どうも、はじめまして。この度は、私のお古との結婚、おめでとうございます。すみません、どちら様でしょうか。あれ、私のことを春馬から聞いていませんか。私、ユナって言うんですけど。春馬さんから？すみません、存じ上げていませんね。もしかして春馬のやつ、私のことを思い出すだけでも辛いから、伝えたくても彼女さんに伝えられなかったんだね。私は罪な女だから仕方ないよね。はい。改めましてこんにちは。私、春馬の元妻のユナって言います。あなたは今度は春馬と結婚する女だよね。春馬さんの前の奥さんですか？どうして私の連絡先を？いやー、元旦那が再婚するって聞いて驚いてさ。あんなダメ男と結婚するような物好きな女のことが気になって、つい連絡先とか調べちゃったよね。それにしては葵さんってそんなに可愛くないね。もしかして男経験なさすぎてこじれちゃった系女子？じゃないとあんなダメ男と結婚なんてしないよね。春馬さんのことをダメ男なんて言うのはやめてください。彼に失礼ですよ。ダメ男にダメ男って言っちゃダメなの？事実を言っただけなのに。どこが事実ですか？春馬さんはとても素敵な方ですよ。うわぁ、あんた男見る目なさすぎでしょ。結婚前にちゃんと春馬の年収確認した？年収見たことないなら急いで見た方がいいよ。超貧乏男すぎて私は急いで離婚したくらいだから。ああ、結婚前に分かっていれば、戸籍も汚れずに済んだんだけどな。私は春馬さんの年収に興味はありません。彼の人柄に惚れて結婚を決めたんです。お金に興味がない純粋アピールですか？痛すぎてやばいんだけど。さすがダメ男の婚約者だわ。女の方もダメダメすぎる。何ですって？悪いこと言わないから、今すぐ春馬との結婚は中止にした方がいいよ。私なんてその後すぐに出会った人との玉のこし婚したんだから。ユナさんはもう再婚されているんですね。結婚した身だから言えるけど、やっぱり愛はお金だよ。低収入男との結婚なんて人生無駄だからやめておきなって。まだ結婚直前の身だから言えますけど、本当に春馬さんがこんな薄汚い女性と結婚してなくてよかったです。大好きな彼との結婚なんて人生幸せでしかないですよね。うわー、可愛くない女、さすがダメ男の結婚相手だわ。超ムカつくんですけど。奇遇ですね。私もユーナさんにめちゃくちゃムカついています。は？アルマさんの低年収で婚約破棄ですって？寝言は寝てる時だけにしてください。本当はあなたの借金がアルマさんの年収以上あったんですよね。多額の借金が発覚して離婚になったと聞いています。何言ってるのよ。彼女の借金も返せない低収入男は悪いに決まってるでしょ。そんな情けない男をこっちから振ってやったんだよ。借金1000万を作る散財女の方が悪いに決まってます。一般的な男性なら誰でも返済できませんよ。うっさ。でも今の旦那はその借金も返してくれたもん。春馬よりも懐の大きい人だもん。それはそれは素敵な人と出会いましたね。おめでとうございます。プラスとマイナスが結婚してちょうどゼロですね。は？どうせあんたは私のお古と結婚なんだからね。調子に乗るなよ。あなたこそいい加減にしてください。元旦那の結婚相手にわざわざ連絡してくるとか。ああ、もしかしてまだ春馬さんに未練でもあるんですか？残念ですけど、春馬さんは私と結婚しますから。未練なんてあるわけないでしょ。あんな低年収男と復縁とか絶対に嫌だから。私はあんなダメ男と結婚するバカ女の顔を見たかっただけだもん。そうですか。 LINE のホーム画面見れます？とてもプリティな私の自撮りが載ってますよ。ふっ、私より可愛くないくせに。あら、ユーナさんの目は節穴なんですね。春馬さんは毎日可愛いって言ってくれるのに。ではこれで失礼します。彼に捨てられた女性と連絡を取るなんて縁起は悪すぎますからね。だから捨てられてないもん。私が捨てたって言ってるでしょ。せっかく結婚を引き止めてあげようと思ったのに超ムカつく。ちょっと葵さん、あなたひどいんじゃないの。せっかくこの私が
あんたと春馬の結婚をお祝いしてあげようと思ったのに。ひどいのはどっちですか？招待されていないのに結婚式に乱入するなんて。あの後会場の皆さんにどれだけ説明と謝罪したことか。あなたが追い出すから大事になったんでしょ？一人くらい追加したって式場は問題ないのに。あなたがマイクを奪って、また妻が祝辞を言いに来ましたなんて言うから、あれだけの大事になったんですよ。自分がどれだけアホなことをしたかわからないんですか？ひどいな。元妻からの祝辞なんて珍しくて素敵じゃない。ユナさんの頭にはピーマンでも詰まっていますか？頭すっかすかだからこんなアホなんですかね。なんですって？アルマさんもブチギレていましたよ。後で私たちからユナさんに慰謝料請求しますから、台無しにした結婚式代しっかり支払ってくださいよ。はぁ、どこが台無しになったのよ。私のおかげで大盛り上がりの忘れられない結婚式になったじゃない。あなたへの憎悪が忘れられない結婚式になりましたね。私は惨めな元旦那の結婚を盛り上げてあげたかったのよ。予想通りお金のかかっていない地味な結婚式だったわ。身の丈に合った素敵な結婚式でしたよ。ピーマン頭のユーナさんには目がついていないようですね。ついてるわよ。しかも二つも。じゃあ二つとも腐ってますね。ご愁傷様です。ムッキー、もう本当にムカつくわ。私の元旦那と結婚する惨めな女のくせに、あんな中古品男じゃないと結婚できないなんてかわいそうな女ね。誰ももらってくれない惨めな中古品はあなたでしょ。は？これ以上春馬さんをバカにするならさすがの私もブチ切れますよ。結婚式費用だけでなく侮辱罪でも訴えますからね。ちょっと待ちなさいよ。あんた今私のことを中古品って言ったわね。私は定年収の春馬と別れて玉の輿に乗った女なのよ。それ本当ですか？え？祝辞で散々最高相手さんとののろけを語っていましたけど、本当にユーナさんと結婚されているんですか？何言ってるのよ。当たり前じゃない。今の彼とは結婚してもう3年になるんだからね。実は結婚式に招待していた私の友人に、あなたが見せつけていた結婚相手を知っている子がいたんですよね。え？彼女、結婚相談所を経営していて、登録の男性とは絶対に入会面談を行うんですって。そこでユーナさんの旦那さんを見たそうですよ。私の旦那は？嘘だわ。だって彼は私と結婚しているもの。結婚相談所なんて登録するわけないじゃない。友人曰く登録理由は本気で結婚したい人を見つけたいからだそうですよ。本気？私と結婚しているのに結婚相手を見つけるの？前の旦那さんの再婚に首突っ込む暇があるなら一度自分の状況を確認した方がいいと思いますよ。え？待って待って、私は本当に結婚してるの。一緒に婚姻届にサインして彼が提出してくれたもん。本当に提出されてますかね？え？アルマさんの後輩によると、下世話な勘繰りですけど、その婚姻届本当は出されてないんじゃないですか？玉の輿に乗ったつもりでいるだけで本当は結婚もしてないんじゃないですかね。え？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 彼をとっちめるか役所に確認しに行った方がいいですよ。それでは後日慰謝料請求しますから、首洗って待っててくださいね。お久しぶりです。今日郵便物が届きましたよね。請求書ですので早めのお支払いをお願いします。あの中身は見たわ。総額300万の慰謝料よね。はい、結婚式を台無しにした分と春馬さんを侮辱した分の金額です。玉の輿に乗っているはずのユーナさんなら余裕で支払えますよね。あのそのことなんだけどね、実は彼に聞いたら私たち入籍してなかったのよ。彼婚姻届を出したふりをしていたんですって。やっぱりそうでしたか。借金1000万は支払ってあげたけど、生涯を共にする結婚相手にはできない。で、恋人の借金1000万を返すだけでもすごいですよね。それでね、慰謝料のことも支払いを頼んだら私たち本格的に別れることになっちゃって。さすがの玉の輿相手も追加の借金返済には呆れたんでしょうね。だから300万も支払えないわ。もう少し安くしてくれないかしら。無理ですね。書いてある通り
一括での支払いをお願いします。じゃあせめて支払い期限をもう一段伸ばしたりとか。それも無理ですね。書いてある通り期日までの支払いをお願いします。待ってちょうだい。彼とはまだ別れる話し合いの最中なの。彼は結婚してないって言ってたけど、私は事実婚扱いになると思うの。事実婚ですか？だって3年も一緒にいたもん。事実婚として認められるはずよ。そしたらきっと別れる時に財産分与できるはず。そうすれば彼からお金をたくさんもらえるわ。だからその手続きが終わるまで支払いは待ってくれないかしら。ゆうなさんの別れ方なんて新婚ほやほやの私たちに一切関係ないですよね。とっとと台無しにした結婚式費用を支払ってくださいよ。だからお金がないんだってば。アルマは定年収だからお金ない人の気持ちわかるでしょ。ちょっと融通聞かせてもいいじゃない。あーは、今のアルマさんは年収5000万ですからね。ゆうなさんの気持ちはわからないと思いますよ。え、アルマの年収が5000万？ゆうなさんと別れた後、彼は小さな会社を起こして、それが軌道に乗ったんですよ。今は会社社長として頑張って働いています。会社社長ですって？ゆうなさんの存在癖を見て、ユーザーがお金を使いすぎないサービスを作りたいって、アプリ開発したら、それが当たったそうですよ。え、私？私はそれをずっと支えていて、おかげでようやく結婚できました。彼の踏み台になってくれて、本当にありがとうございました。嘘でしょ？私の借金を返せないぐらいのお得だったのに、それが今は年収5000万円？ちなみに結婚式は地味に見えてお金がかかっているんですよ。シンプルかつ洗練されたデザインやインテリアを使っていたんです。まあ、心の癒しい人がわかるわけないですよね。そんなにハルマが稼いでるなら私の慰謝料だって必要ないじゃない。結婚式だってもう一度やり直せばいいでしょ。こっちは結婚してたはずがしてなかったんだよ。ユーナさんに起きたこともかなり悲惨ですよね。玉残しに乗ったつもりがただの勘違いだって、ピエロになるにも程がありますよ。うっさい。なんとか事実婚ってことにして財産分与もらうもん。ハルマが成功したからって調子に乗るなよ。そうですね、調子に乗ったらユーナさんみたいな惨めな思いをしちゃいますもんね。はぁ、それでは勘違い中古品女さん、さようなら。あなたを捨てた男は立派な旦那さんになっていますから、あなたはまず私たちへの慰謝料をお願いしますね。ユーナさんたちは揉めに揉め、破局の末事実婚として認められずに、ユーナさんは荷物一つで追い出されてしまったそうです。私たちへの慰謝料は町の金融屋さんに借りて支払ってくれましたが、今はその返済のためにバイトをいくつか掛け持ちしているとか。玉の輿に乗ったと今まで友人や知り合いに自慢しすぎていたのがあだとなって、誰も助けてくれなかったそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。